皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今は1月中旬を過ぎました。もう高校入試が迫っています。そこで今回は高校入試の面接についてお話をしたいと思っています。面接というと、こんな質問にはどう答えたらいいだろう、どんな質問が出るのかなと、そういう部分ばかりなんか心配になりそうですけれど、実は大切なのはそこではないようです。ではお話をしていきます。まず中学校の先生に感謝。これどういうことかというと、実は私学習塾をやっていますから、面接の先生方と話す機会もあります。そこで聞いた話だと、実は中学校の先生方が、もう受験前になると生徒に面接の練習を丁寧にしてくれていると。どこの中学でも丁寧にやっているので、実際にいろんな質問をしてもみんなちゃんと答えられると、差が出ないと、だからその部分で面接で落ちるということはないんですね。ですからまず学校の練習がしっかりできていれば、大丈夫だということで、中学の先生、面接の練習をしてくれた先生に感謝してください。じゃあ実際面接官はどういうところを見るかというと、服装と態度だそうです。きちんとした服装をしているかと、失礼のない態度で接しているかと、これは喋り方も含まれますよね。そういう部分を見るそうです。そしてこの面接は、実は皆さんがその学校の校門から中に入ったところから始まっています。校門のところにこの面接の先生がいるかもしれません、廊下ですれ違うかもしれません。そういうところでも生徒たちを見ているそうです。ですから面接で点数をつけられるのはもう学校が、学校に入ってからですね。そこから、面接の順番を待つ時も、面接が終わった後も、気を緩めないようにしてくださいね。そうは言ってもね、やっぱし面接で質問された時、やっぱ答えられるかどうか不安だという人は、あらかじめ質問されそうな内容を考えてどう答えたらいいかまとめておくと安心できますね。で、質問の中で一番大切だというのは、これ志望動機です。なぜその高校を受験するのかと、なぜその高校を選んだのかということですね。やはり高校側でもこの部分を一番聞きたいわけです。その時ね、もう最初から私はこれこれこうだからこの学校を受験しますというのは決まってる人はいいんですけど、そうじゃない人、このようにまとめるといいと思います。まず受験する学校のパンフレットあると思うので、それを見て受験する学校の教育目標や指導方針、また部活動を中心になぜ受験するのかを自分なりに考えをまとめておくと、こうすると、志望動機、まとめやすいと思います。それから10秒から20秒程度で答えられる、よく聞かれる質問5つ出しておきました。1つ目は通学手段です、電車でとかバスでとか自転車で歩いてで、歩いてと、それならどうやって学校に通学するのかということは、聞かれることはよくあります。その時どのくらいかかりますかと時間も聞かれることがあるので、受験する日、簡単でいいので時間どのくらいかかったか調べておくといいと思います。2つ目です。
中学時代の思い出とか頑張ったこと、これもよく聞かれますね。それから3つ目、最近の気になるニュース、新聞やテレビのニュースを見ておくと。またインターネットでも、ね、話題になったこと、情報を手に入れることが できるので、それなどで集めておくといいと思います。またなぜ気になったのかという理由があれば、また理由も聞かれることがあるので、その部分もまとめておいてください。4つ目が、最近読んだ本、最近どんな本を読みましたかと聞かれた時、嘘を言ってはいけません。なぜかというと、あ、その本読んで、どんな物語だったんですか、どんな話だったんですか、内容を聞かれたり、どんなふうに思いましたかと感想を聞かれたりした時ですね、読んでいないのに答えられませんから、ね、実際に最近読んだ本がなかったんだったら、正直に最近読んだ本はありませんと答える方がいいと思います。そして5つ目、高校に入ってからね、頑張りたいこと、高校で頑張りたいことね、高校でしたいこと、これも聞かれるので、簡単でいいので考えておいてください。それからもう一つ、自己 PR をしてくださいと言われることもあります、ね、自分の長所や短所を述べてください、ね、こんなことも言われますよね。その場合、まず自分の一番自信のあることを伝えて、その後で、ね、なぜ自信を持てるようになったのかという体験を話すと、試験官の人多分分かりやすいと思います、ね、そんな風な流れだと、まあ、自分もまとめるときまとめやすいですよね。よろしいでしょうか。今回は高校入試の面接について、話をさせていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。